コんラんードのナノソキ ukuno、ニホンゴノニシデ、クサマス、ソーゼミンガイノ、Valton d u k i n センユーサンネニワ、センシナ、シノーサン、キズノ、ミタ、ヤチノ、ムダオ、ニンステ、マスター、ニセンユーサンネニワ、ドソワ、シノ中サン、ケンシチノ、ナカデ、キキツキケ、モクイテキ、ウワにテ、イマ 先進的な進路村は105地域モデル進路村は27地域先進的な進路とモデル進路村の村数については全国で2位となっています。同省は進路村建設計画にはスーパチーテンはあっても終点はないと決中しました。その上で同省は適切な措置を ご自定あらゆる面で総合的な新農村建設を推進することに重点を置いています。2 0 2 5年までに、ロソは100%の村が先進的な新農村地域を実現し、25%の村が模範的な新農村地域を実現することを目指しています。2 0 2 1年から2015年の 期間にドナーショの地域の新農村建設プログラムのため予算から27兆ドー以上を割り当て企業や住宅共同から約127兆ドの資本を動員する予定です2024年1月15日前後レジから労働組合のメンバーや労働者は ビート、2ティ t k SOPP などの電子、外取引、ブラッドフォームで開催される2024年労働組合、おそがち市に参加できるようになりました。2024年,年労働組合、おそがち市プログラム内での商品や、商品屋の購入時にはソピ p ティキでご別に 開催される場合、メンバーや労働者は、市場価格や販売業者の手価格に比べて最大50%の割引を受けることができます。商品に直接適用やされる最大5万ドンの割引コードをプレゼントされ、1万5千ドンから30万ドンの範囲での送料の無料コードもプレゼントされます。 また、ベトナム労働省、同盟は、労働において困難な状況にある、2 0万千人のメンバーを直接チーパーサポートし、グレジットカードに振りかけます。2024年労働組合をおが中しプログラムは2月中20時まで開催されます。どめない省委員会は2024年の 鉄道に交通、地中用及び安全を捕獲・確保し、旅客・輸送を適用するための計画を発行しました。したがって、市民委員会は、運輸送に対し、輸送管理と輸送サービスの設置を適設置に遂行することに加え、バス停交通、企業交通、事業記憶路、 国合におけるテットの準備の組織化と検査作業を適期的に実施するよう要請しました。そ内の公定ルートで乗客を郵送する事業を行っている企業や行動組合だけでなく、バスに対しテット機関、中には追加料金なしでチケットの価格も値上げされません。また、ご中得要求の バランスが崩れている所管の工程旅客、急所、路線、片道旅客あり、片道旅客なしに、対しては、こっち機関が国家業者機関と協力して価格を安定させ、追加料金は、テトのビックビーに、飲み飲み、飲まのバスに記化されるよう、請求しました。追加料金は、 該当する権価格の40を超えませなな愛軍事病院は、このほど、ロンタン軍事務委員会と協力化して、副隊、コミュのテ施策、うち家族やまずい人々に、検診、健康、格運、セリング、薬の提供、贈り物などを行いました。 軍事病院の医師と看護師は政策家族や革命コロラさんに診察し健康カウンセリングをし医薬品を配布しその他300分の贈り物を贈りました一部の贈り物あたり必要品と現金を含めて50万ドル相当です無料の健康診断と医薬品の配布は5習への ボランティア、特化製セヒノ、シメスにあふれる事前活動のゼンカチドノ、ヒトチデアリ、長ナイユンゼビオのンノ、ナガメるウォタル、レメノ、カチドデモ、アリンジャンール、ダドリト、ボイチドリノ、アマイ、アイダノ、コチタン、コサテンエリアはビンハシデ、ビンハ 頻繁に深い浸水が発生しており市内で深刻な空中渋滞を引き起こしていましたこの状況は洪水貿易をプロジェクトが完了し導入給されればなくなるが期待されていますちゃんざくにあるガソリンスタンド二十六からドンクイーバー市まで どんこいドリの両方向全面が朝フラット放送されました。道路のこのセクションのフェンスや障害物のブローザクと建設のために何ヶ月にわたってフェンスを入り、水量を分割してきた後、完全に取り除かされました。 綺麗になり、ほどもきちんとしていて美しいです。来年の雨季にはこれ以上の洪水が起こらないといいですね。近い将来、六甲はとっても快適になり、人々はとても興奮し幸せになりますと話しました。DB さんは、東北区とチャンザ区に住む人々に注意を払ってきたビンハイチと 総事民員会に対して異を表しました。チャンダイクに住むチャンティ大院発んは、雨が降るたびに、この場所は大き模な洪水になり、地域全体が洪水になります。現在政府は排水設備を整備しており、このプラスチックのカペットは非常に風としが良く、将来的には洪水がなくなり、住民が 簡単に流通できるようになることを願っていますと話しました。ドンクルー地域の洪水多策ブロザクトは230億ドン以上の建設都市を伴うビンハ市の金融ブロザクトに属します。ブロザクトは2013年8月に開始され設置部品の建設ドンクルトの利用速に 片側の長さ320メートルのコンクリートボックス、下水道2基を建設しました。半島ブラッド、ストーリーの水を排出する直径1.5メートルの円形、コンクリート、下水道管を約210メートル設置して建設する予定です。ビンハ市のプロザクト管理委員会のリュウ・タン・ヤンーは、ビンハ市は、 受け身は深い洪水が深刻な固定事態を引き起こすことが多いため、これは便橋のシードサーが非常に監視を持っている洪水防止のプロザクトであると述べました。8月の建設開始後、ブロザクト管理委員会は、受け負い予に対し、昼夜を問わず継続的な建設に機会される人材を 集中される、養殖支援しました。現在までのところ、ーロプロザク島は完了し、引き渡しで、論議されていますが、私たちは人々がゴミを想定した場所に、中庭て、はすに捨ててしまらないようにしてほしいと呼びかけています。旧正月前に完了した、道バ橋の 工事防止ブロザク島は、この交差点を開放し、人々の移動を便利にし、世界中で美しい都市環境を象徴する上で大きな意味を持っています。